今朝のこの時間は鎌倉女子大学教授で医師の木下博一さんにお話を聞きます木下先生おはようございますどうもおはようございますよろしくお願いいたしますまずはアルツハイマー病の新しい薬に関する動きです製薬大手のエザイは今週月曜日アメリカのバイオジェンと開発したアルツハイマー病の新薬レカネマブこの製造販売の承認を厚生労働省に申請しました実際にこの患者への 利用が始まる見通しとなったということなんですが木下先生このレカネマブどういう薬なんでしょういやこれはねもうエーザイが社運をかけて開発した薬なんですよまずあの認知症の半分以上がアルツハイマー病というものになるんですけども、ええ、この病気は脳の中にアミロイド β という異常なタンパク質、はい、これがたまることで脳の神経細胞が傷つきます。はい、その結果 認知機能が低下すると考えられています、はい、今までの認知症の薬っていうのは脳の信号が伝わるのを活発にすることで症状が一時的に改善するものを図るものだったんですね、はい、ですから進行していく脳の萎縮これは止められませんでした、えー、しかしですねこのレカネマブ、はい、これはですね脳内のアミロイドベータを 取り除いてくれる、<ー>まあ、そういう薬なんですね。ええ、ですから、長期的に脳が傷んでいくのを抑えるっていうのが狙いなんです。はい、ただしですね、<え>低下してしまっている。 認知機能これを元に戻すっていう薬ではないんですねそれとは違うんですね、はい、長期的に脳の損傷の進行を抑えるということなんですがこの効果を示す治験の結果などはあるんですかはい去年の11月に認知症の国際的な学会で発表された最終段階の治験の結果では、はい、レカネマブこれを投与された患者さんは 別の薬を投与された患者さんと比べて1年半後の認知機能の低下<え>これがおよそ27%抑えられていて<ー>症状の進行そのものを緩やかにする効果が示されています<ー>まあこれまでもアミロイド β を取り除く薬は開発されてきたんですけれども認知機能の低下を抑える十分なデータこれはなかったんですね。はい、ですからこののレカネマブの知見結果は 効果を明確にこう示したんですね。そうなんです。ですからまあ専門家たちも驚いてるわけなんですね。木下先生はこのレカネマブについてはどういう印象を持ちですか。このお薬はですね<ー>進行してしまった認知症に使用しても効果は確認されていません。はい<へ>。そしてこのレカネマブえ標準的な体重の人の場合日本円で年間およそ 三百五十万円かかるんですね。はあ、ですから、日本国内の患者さんが。七百万人という試算から単純計算しますと。ええ、年間二三十兆円。 近く薬剤費がかかる可能性があります。ですから国の医療費全体が四十兆円ぐらいなのを考えると、ええ、まあ国費で賄うのはちょっと難しいんじゃないかなというところが問題ですかね。ええとなると負担がまあね、そうなんですよね。ええ、高いんですよね、薬が。せっかくこうね目の前に薬があるんだけども、はい、手が出ないぞってい。そうですね。なんか忸怩たる思いっていうね。しかもねこれ早い段階。 で分からなきゃいけないので、進行してからではちょっと使えないんですよね、ええ、もう少しなんとかなりませんかね,ね、はいさあ。それでは今朝のテーマいきましょう、こちら、新型コロナの感染者数、すべての都道府県で減少、一方、一日の死者数は過去最短 今週月曜16日までの直近の1週間に全国で報告された新型コロナウイルスの新規感染者数、前の週に比べて0.75倍となりまして47都道府県すべてで減少したことが厚労省の集計で分かりました。 埼玉新都心ジャガークリニックでも検査で陽性になる方っていうのは何かこう減ったって印象ありますか。い減ってきたように感じます。そうですか。まあ先週までは陽性率が60から70パーセント台でまあ継続したんですけど、ええ、今週に入ってですね。 まあ50%、そして50%ト切るようになってきましたのでこのまま収束してほしいんですけども、はい、XBB.1.5 ていうのがです、ねはい、今、アメリカで流行ってるんですね、ええ、これに置き換わると再拡大もありうると考えてますすそうですかなかなか沈静化というか、終わらなないもんなんですねこのまま終わる可能性もありますけどね。 さて続いてはですね新型コロナウイルスの死者数についてです日本国内で確認された新型コロナウイルスの死者数は今月十四日五百三人となりまして過去最多を更新しました第八波では死者数が過去最多を更新するという状況が続いているんですが木下先生これはどうしたなんでしょうまあこれはあの埼玉医大の岡教授と考えが同じなんですけれども、はい ももとと病の状態が悪かった高齢者、はい、この方々がコロナ感染によるダメージでもう一押しされて亡くなっていると考えますと、はい、致死率から逆算しますとですね、えー、把握できていない感染者が相当いて、はい、え死者が7波のピークより多くなっているっていうことを考えますと、はい、まあ感染者数ですねこれ検査を受けていない人とか、うん えー、陽性だけど自分で登録していない人、ええ、これがもう間違いなく7波を超えているというふうに考えられますね。はい そして、政府が検討している新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを5類へ変更するということ。まあ、これをめぐってですね日経新聞5類へと変更した場合、屋内でのマスク着用について、症状のある人らを除いて原則不要とする方針を伝えています。ま5類に移行した場合には、マスクの着用対象、発熱などの症状があって、他人にうつす危険リスクがある人のほか。 高齢や基礎疾患で感染防止が必要な人らに限るということです。また、満員電車などの特に感染リスクが高い場所での扱いえ、これは調整するとえ、まだ5類への変更が決まったわけではないんですけれども、このマスク着用に関する政府の方針ですね。これは木下先生いかがでしょう？まあ個人的にはですね。えー、一定の基準を決めて変更することに賛成です。はいあ、はい、ま、あとはですね。 個個人個人の判断に任せるべきじゃないかと思うんですねマスクを着用したい人は着用する、はい、着用したくない人はしないということでいいような気がします,、ね、そうで,すかでもねどうしてもこの自分の思いに人も従わせようとする人が結構いるんですかね。えー、まあでもまあねもうボルイになればいいんじゃないですかね。はいはい そしてですね新型コロナウイルスのオミクロン株の後遺症に関してですこちらめぐって岡山大学病院が興味深い調査結果発表しましたオミクロン株では睡眠障害の症状を訴える人の割合が従来の株に比べて増えていることが分かったんですね専門外来を受診した4人に1人が訴えていて従来株の2倍を超えています新型コロナウイルスの後遺症に関してまだ分かっていない部分は多い わけなんですが木下先生これはどういう印象をお持ちでしょうあのジャガークリニックもですね<え>後遺症外来というのをやっておりますので,です、はい、毎日後遺症の方が来られるんですね、えー、ただあの睡眠障害を訴えられて、えー、当院を受診された方は今までいないので、えー、もしかすると、うん、こちらから質問していないので<ー>そういう自覚がないのかもしれません、えー、ただあの当院は圧倒的に この咳が続く人が来られるので,で、はい、もしかすると、ええ、咳が続いて眠れないという人もこれ含まれるのかもしれないですねですやっぱり咳が多いんですね圧倒的ですねもう毎日咳の人は来ますねなかなか咳が抜けません、ね、抜けないということで来られますね,いすねはい。今朝は鎌倉女子大学教授で医師の木下博勝さんにお話を聞きました木下先生ありがとうございましたどうも失礼しました